そうですね、まあ、フリマはあるにはあるけれども、それよりもね、目指したいものが期末試験のいい成績なので、どうかな、あばます。ことの、はい、何ですか、もうね、もう名前で呼ばないでくれ。ふぅ、慣れないな。お疲れ様です。お疲れ。だいぶ仕事に慣れてきたな。まあ、そうっすね。まだ危なっかしいですけど、なんとか。覚えも早いし、大したもんだよ。俺とは大違い。なんで？てなわけで、このバラの手入れもやっていただきたいなと。頑張ります。了解です。よろしく。はい。さてと。いっ、あるよね。あ、言い忘れてたけど。遅かったが。ごめん。トゲとナメクジには気をつけろって言おうと思ってたんだけどな。と、それどころじゃねえか。ごめんごめんごめん。こっち来い。はい。あ、はい。まあ、やるとは思ったよ、バラって言われた時に。怪我したとこ出してみ。くそ、かっこいい。イケメンじゃねえか。自分でできるから大丈夫です。いいから。ごめん、ありがとう。はい。俺も入ったばっかの時に同じことやってさ。うん。大したことねえと思ってほったらかしてたら、店長と有沢にも怒られて。有沢さんでしょ。最終的に怪我からバイキンが入って大変なことになったんだよ。思い出してもあれを引く。なるほど。そうだったんですか。そう、お前の手があんな風になるのは俺が耐えらんねえからさ。なるほどな。まさき先輩、いいとこあんじゃん。よし、これで大丈夫だろう。あとはうちで風呂から出たら消毒して。はい大丈夫ですよ。心配性ですね、まさき先輩。うるせえ。痛くねえか、ゆい。お前ただのイケメンだなさては嫌なところがない気がする。まあ、強いて言うならいきなり名前で呼ばれるとちょっと友が動揺するぐらい。大丈夫です。ありがとうございます、まさき先輩。どういたしまして。さて、バラの手入れ手分けしてやるか。これはね、憧れざるを得ないよ。高一の女の子はさ、キャッキャキャッキャ。春だね。え、遊覧船だって、すごい。あとお花見ね、お花見行きて。お花見、ひかみくん一緒にお花見てくれるかな、とかなんとか言う前に俺は勉強した方がいい気がするね。勉強しとくか。ああ、頑張れ期末テスト。どうせハリーくんそんなに成績良くないと思うので、私の下にハリーくんがいることを期待するよ。ああ、運バッチリになりてー、全部。くそー、成績いいんだけどな。よし、ハリーそんな下だとは思わなかったよ。あー、前回よりも順位落ちたか。いや、悔しい。普通だな。こっ、可もなく不可もなしか。こいつ悔しい。あ、誰？もしもし、小野田ですけど。どうした？え、遊園地？時間ありますか？お願いしたいことがあって、今から会えないでしょうか。いいよ、今から。助かります。今アミューズメントパークにいます。入り口で待ち合わせしましょう。なぜ何をすればいいの。よかった、本当に嬉しいです。どうしたん。うん、取れてよかった。でもびっくりしたよ、クレーンゲームやってなんて頼まれるとは思ってなかったから。すみません、突然。このぬいぐるみと目が合ってしまって、どうしても連れて帰りたかったんです。そういうこともあるのね。でも私何度やってもうまくいかなくて、急に呼んだりしてすみませんでした。まあ、いいよいいよ、可愛い子の願いだ、しょうがないよな。あなたに頼んだらもしかしてと思ったものですから。なるほどね。まあ、取れてよかったよね。これで私に頼んだものならばもう絶対に取れないからね。私そういうの全然取れなくって。ううん、楽しかったよ。ありがとうございます。
そう言ってもらえると嬉しいです。すげえスパタリじゃん。トヨモさん、これなんですけど差し上げます。あー、かわいいマスコット。でもいいの？ええ、学力アップのお守りなんです。ペアの片割れなんですけど。ちょっと待ってくれ、そのペアを千代ちゃんが持ってんの？え、これはときめきメモリアルでは。受け取るわ。ペアアイテムなのにもらっちゃっていいの？ありがとう小野田さん。いいえ、どういたしまして。私もあなたとお揃いにできて嬉しいです。かわいい。え、かわいい。パパパス、おっしゃった。あれだね、あの A っていうか丸でさ送ってるとさ、さっきのあの受け取る受け取らないみたいな選択肢勝手に選んじゃうから、×の方がいいかもしんない、ページ送りするのが。寝よ。おはよう、お姉ちゃん。どうした？おはよう、ゆうくん。朝早いんだね。ホワイトデーかな？だって今日はホワイトデーだよ。お返しを渡さなくっちゃ。そやな。こんなに早くから？たくさんもらっちゃったからね。はい。いやー、モテモテで困っちゃうよ。完全につくしくんと同じじゃないか。というわけで、これお姉ちゃんの分。え、お姉ちゃんなんか渡した？あ、ありがとう。それじゃあ俺もう行くから。じゃあね。バイバイ。渡してないのにもらっちゃった。トヨモくん、はい、これは先月のお返しだ。ありがとう、ありがとう。ありがとう、ひかみくん。そう、ギリだ。ギリじゃねえの欲しい。誕生日になんかくんねえかな。っていうか日曜だったのか。デート誘っときゃよかったよ。まあしょうがねえか。いや、デート誘っとこう今日のうちにね。はい、君か。あ、いいじゃん、春分の日にさ、ちょっと花を見に。花、あ、あれ、花見っていつから？あれ、あれ、桜見れると思ったけど見れない感じ。じゃあ博物館行こう。他に用事もないし。よっしゃ、行こう。誰が来る？待ってくれ、誰が来る？ゆうくん、ゆうくんだったら窓から来る？そしたら玄関ならばひかみくんか。玄関ならばひかみくん。くそー、こんにちは。女の子も来んの？女の子も来んのは想定してなかったな。そうかい。あ、小野田さん、どうしたの？突然お邪魔してごめんなさい。これを渡したくて。こないだもらったよ。え、もしかしてプレゼント？はい、お誕生日ですから。サンキューな。あー、嬉しい。やっと、ありがとう。何くれた？フォトカードセット。でもちょっと悔しいな。1年目でもらえなかったの悔しいな。誕生日ぐらいはいけると思ったんだけどな。いや、私の誕生日ってさ、3月18日ってさ、あの攻略するにはさ、有効度を高めるんだったらそれなりに時間はあるはずなのよ。なのにもかかわらず私が全然できていないということなんですね。小野田ちゃん遊ぼうじゃん。もうハリー、よ、ハリー、なんか用か？いや、一緒に帰ろうかなと思って。パス。今日は一人モードなんだよ、俺は。一人モード？一緒には帰れねえってこと、わかれよ。じゃな。まあまあいいよ、それならそれでしょうがないよな。お前はなんか用事があるんだろうなって思うから別になんもないわ、これ以上。姫子が教えてくれる。ピアス、ピアスはあるわ。プリーツスカートはないけど。春なのでそんなにあの大それたものを着ているとちょっと暑くねおめえって言われるから、あー、これって暑いって言われるかな。どうしよっかな。これぐらいか。これに、そうね、あ、プリッツスカート、これキュートだった。こっちの方が可愛いかな。緑はないし、でピアスがいいって言ってたよね。これぐらいじゃない？春は。
ああ、ごめんごめん。君褒めてくれるんだろ。よし、ナイス。常設展示にも学ぶべきものは多いよ。日々これ学習だ。真面目。羽ばたき師の出土品か。ずいぶん古い時代のものが見つかったんだな。深い歴史を感じるね、じゃなくて昔のデザインって面白いねの方がいいかもしれんな。そうか。デザインのことはよくわからないけれど、確かに今ではありえない形だ。これはまあまあかな。くそ、難しい。ときめきメモリアル。多少の息抜きにはなったな。さて帰るとするか。難しいよ、難しいよ、悔しい。ずっと悔しい思いさせられてるんだけど、分からされてんな、もう。あ、ハリー君のこと知っといた方がいいかな。ユウ君、うん、こんな感じだよ。もう千代美ちゃんだけよ、私には。ね、見える？こんな感じだよ。あ、やっぱ楽器店で働いてんだ、ハリーくん。なるほどな。アマチュアバンドのボーカル、ボーカルやるってことはね、やっぱりなんか他にも聞きたいことある？音感も上手なんだろうし、こう見せるっていうことにおいてはかなり重きを置いている子なんだろうなとも思うので。うん、ちょっと待ってて、そっちに行くね。まだあんの？なんかいいこと。お姉ちゃん、うん、なんか欲しいものってある？富、名声、力。特にないけど、どうして？5年生になったら、お小遣いが増えるんだ。何が欲しい？いいよ、小学生のお小遣いで買えるようなもん欲しくねえよ。ほら、何か言ってみてよ。いや、だからいいって。女子高生が小学生のお小遣いもらえるわけないじゃん、そもそも。早く。そんなんで買ったものはもらえないよ。他にも聞きたいことある？言わないまま終わってる。え、変。, 笑ってしまった。なんか言え。あ、いけない。おい、大丈夫か。あ、バイトの失敗イベントかな。あ、まさき先輩、はい、大丈夫です。水目いっぱい入れすぎだろ。重いんだから少し量減らした方がいいぞ。あのね、まさき先輩のイベントが起こるのは全然悪いことじゃないんだけど、私あの志保さんに会いたい。有沢志保さんに。失敗しちゃった。あるある、バイト失敗イベントはあるよね。さあ、新学期でしょ。今日から2年生、若様でしょ。これで違う先生来たらマジでビビるけど。はい、おはよう、2年生。今日から皆さんの担任になります、若王子高文です。いつもですね。間違って1年生の教室に入った人いませんか？先生は間違えてしまいました。まあ、それでは1年間よろしく。今年も先生が担任なんだ。若王子先生な、課外授業な。そろそろ帰ろっかな。あ、雨。よかった、お気がさしておいて。新学期早々、あれ、早く止んでくれないかな。やっぱりこいつはあのあどけなさで女をくすぐるタイプのやつだな。ひょっとして傘は持ってないのかな。よし、こんにちは。あ、こんにちは。怖いよな、こんな声のかけられ方したら怖いよな。駅まででよければ傘入っていかない？いいんですか？ありがとうございます。ああ、いいよ。せっかくの入学式が雨だなんてちょっと残念だったね。そうですね、でもラッキーだったと思います。うん、どうして？雨が降らなかったらこうして先輩とお話しすることはなかったと思うんです。お前5万点。羽学に入ってよかった、こんな優しい先輩に出会えて。お前10万点。言い過ぎだよ。なるほど、お前はそういうやつなんだな。
それじゃあ僕はここで。私はトモ。あなたは？僕は天地翔太と言います。トモ先輩ありがとうございました。トモ先輩ね、学校で見かけたら声かけてくださいね。おう、じゃな。それじゃ失礼します。天地君か、礼儀正しくていい子だな。なるほどね。まあでも今はいっかな。彼は新学年ですね。目標か、ひかみくんと仲良くなりたい俺は。でさ、お花見っていつからよ。花見っていうか桜が見られるの、三原式典、三原式典があるの。三原式っていうそのワンの攻略対象の子がいるんですけれども、え、めっちゃ行きてえけど。ひかみくんでもこういうの言ってくれるかな。あんまり得意じゃなさそうよな。行きてえ。芸術の子って誰なんだろう今回。クリストファーかな。てかクリストファー、あいつ全然出てこないんだけど、なんでなんか嫌なことした私。あ、4月15日まで桜が見られる。ラストチャンスじゃん。ちょっと桜見に行こうぜ。ひかみくん、お花を見に行きませんか。よろしくお願いします。他によいしょい。桜見に行きたいです。どうもよろしくお願いします。しゃ行くぜ。春だからまあ、こんな服でいいと思うんですよね。かわいいよね。いいと思うんだけど。これで行きましょう。さすがに花見の客が多いな。みんな見たいものは同じだな。まあまあそうでしょうね。そうだね。おお。風が吹いてきたな。ああ、こんなに花びらが舞っている。文字通りの桜吹雪だな。そうやな。なにこれ、わかんない、わからない。一番上じゃないのはわかる。ルールの話する？こんなこと当たり前だろって言われるかな。でもこれ感傷的すぎてこの子には刺さらなさそうな気がする。ゴミを持って帰ろう。その通りだ。よかった。僕は声を大にして言いたいよ。来た時よりも美しく。声が大だ声が大だよ。あ、まあ、バカ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 やめてストレッチストレッチか。ああまたやってしまった今日は充実した一日だったな。さて、はい、